はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第571回をやっていきたいと思います。今回は課題達成能力の上げ方ということですね。まあ、一つ前の講義が社会的手抜きというのをやりました。集団になったからこそ、逆に各個人がバラバラでやった時よりも、ね、課題達成能力が下がってしまうと、ね、5人いたら普通は5の成果が出るはずなのに、集団になってしまったからこそ5未満の成果しか出ないと。要するにこう社会的に、こう人間関係社会的に、ね、手抜きが行われてしまっているというのを見たんですよね。でこれぐらいだったら、ね、集団なんか作らないで各個人がバラバラでやった方が良かったんじゃないのというのが、まあ、社会的手抜きというのをやりました。ね、なので今回はその逆で、ね、集団で課題達成能力を上げるということですよね。各個人がバラバラでやったら5しかならないのに、ね、集団で、ね、共通目的も共通目標に向かっていったからこそ、逆に5以上の、まあ、6とか7とか10とかね、そういう、結果を出せる、そういうふうにするためにはどうすればいいのかっていうのを、見ていきたいと思います。まあ、大きくは2つということですね。1つは人数、もう1つは課題の内容ということになります。で1番は人数ですね。多ければ多い方がいいわけではないということですよね。まあ、いわゆるこう大企業といえば、なんかね、大人数の人が働いていると、だからいいというわけではないということですよね。大企業だからいいとか、大企業だから強いとかね、っていうわけではないということです。ね、例えば、ね、今日本の、ごめんなさい、全世界の時価総額1位の会社って言ったら、例えばアップルという会社ですけれども、アップルという会社が今現在世界で時価総額1位の会社ということですよね。ね、でこれが、まあ、新しい21世紀の、ね、時価総額世界1位の企業ということになります。で過去20世紀で例えば GE という、ねね、エジソンが創業者だった、まあ、ゼネラルエレクトロニクスという、まあ、GE という会社が20世紀の、ね、代表的な世界、時価総額 第1位だった企業というのがあったわけですけど、ね、まあ、アップルというのは今それを抜いているわけですよね。まあ、時価総額1人当たりの付加価値という形でいけば、まあ、アップルの方が圧倒的に大きいと、ね、圧倒的に大きな、ね、利益というのを出していると、ね、しかも社員数は、ね、全然アップルの方がそれこそ何十分の1っていうぐらい少ないということです。何十分の1の、ね、社員数しかいないアップルが何十倍の社員のいる GE よりも、ね、高い生産性を上げているということですよね。人数というのは多ければ多い方がいいというわけじゃないと、ね、大企業だったらどん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 ね、じゃあ社員10人、社員100人、社員1000人という形でやっていけばいいというようなイメージがあるんですけど、実際はそうじゃないということですよね。で大企業というのは人数が多い、だからいいとか、だから強いというわけではないということですよね。まあ、昔から少数精鋭という言葉がありますけれども、人数というのは多ければ多い方がいいわけじゃないということです。だから最大人数ではなく、課題に対しての最適人数で集団を組むということですよね。この課題をやり遂げるためには何人が最適なのかということですよね。その課題に対して人数が多いと、社会的な、手抜きというのが起きると。課題よりも人数の方が多いと、その課題をやるのには、ね、もうはっきり言って人が余ってしまうぐらい人数がいてしまうと、結局こう社会的な手抜きが起きてしまって、結果的にはそれだこれぐらいだったら、ね、各人がバラバラやった方が社会全体としては良かったっていうようなことが起きる。こういう人が余っていると社会的手抜きが起きやすいということですよね。だからやっぱり課題に対して、まあ、理想的には、ね、最適人数ということでいけばイコールなんでしょうけど、もしイコールが、ね、実際ピタッというふうにこう難しいという場合は、逆に少しこう課題に対して人数が足りない、
ね、本当にこう各個人が1じゃなくて 1.1 とか 1.2 の力を出さないと、ね、課題が成し遂げられないっていうぐらいの最適人数の方がいいということですよね。これぐらいの課題に対してね、ものすごくたくさんの人が集まっても実際はちょっと人が無駄になってしまい、ね、結局責任が拡散して生産性が落ちてしまうということですよね。だから課題の方が集まっている人数よりも大きいと、ね、この一人一人が本当に自分の、ね、能力を発揮しないと達成できないぐらいの課題、まあ、少数精鋭的な課題、もしくは課題がものすごく大きい割には結構人数が少ないというのは、まあ、望ましいということですよね。だから人数が多ければ多い方がいいわけじゃなく、最大人数ではなくて課題に対しての最適人数で集団を組むということが大事ということですよね。はい、それから2番、課題の内容ですね。集団っていうのは何かね、一人では成し遂げることができない大きな課題達成のために人は集まっているというところがあります。でこの課題っていうのは一人では成し遂げることができない大きなものだから、だからじゃあ一緒に協力しましょうって言って集団を作ってるわけですよね。でこの課題の内容によってこの人たちが手を抜くのか、それとも一生懸命やるのかっていうのは変わってくるということです。単純に人数の多さに関係するような課題だと社会的手抜きが起きやすいということですね。まあ、前回社会的手抜きっていうところで例に挙げたのが、例えば綱引きっていうのを例に挙げましたよね。1人2人3人っていうふうに単純にこう人数でこう、ね、足していくような課題ですよね。もしくはみんなで大きな声を出しましょうって言った時に1人よりも2人、2人よりも3人、なんかこう人数を単純にこう、ね、課題に対してこう足していくようなものでしたよね。ああいうこうなんか人数をただ一方的に足していくだけのような単純な課題だと社会的な手抜きっていうのが起きやすいということです。なんかこう人のこうね、人数とか量が求められるものだと社会的手抜きっていうのが起きちゃうということですよね。だから量ではなくて質だと、ね、質が問われるような課題を設定するということですね。この課題が非常にこう魅力的であると、ね、単純にこう、ね、こう引っ張りましょうとか大きな声を出しましょうとかって言ってね、なんかこう人数でこう力任せにやるような課題だとどうしても、ね、社会的な手抜きっていうのは起きやすいわけですけど、この内容自体、課題の内容自体が非常にこう魅力的であると、ね、参加する人たちがこうなんかワクワクするとかね、そういったものだと社会的手抜きっていうのは起きないということですよね。具体的には最も成績のいい人の成果が集団全体の成果となるような課題ということですよね。この人たちがね、まあいろいろこう課題をやって、ね、一番いい人の成績がみんなの成績というふうになる場合ですね。でそうすると、ね、誰か一人がすごくいい成果を、ね、出してくれると全員がまあ得ができるというか、全員にとってプラスがあるという課題だった場合は、なんかお互いに競って、ね、いいものを出そうとするわけですね。それが一つということになります。2番は既存の知識から新しいアイデアを生み出すことが要求される課題、ね、要するにこの人たちが、ね、お互いにアイデアを出し合ってね、それでこう新しいものを、ね、この人も何らかの、ねアイデアを出して、この人も何らかのアイデアを出して、この人も何らかのアイデアを出して、この人も何らかのアイデアを出して、でそれでお互いに話し合っているうちに、例えば A でも B でも C でも、ね、D でもない、ね、例えば Z みたいな素晴らしいアイデアが生まれたりする場合があるということですよね。お互いがなんかね、こういろんなこうね、真剣に課題に取り組んで、お互いにこうね、アイデアを出そうと思ったら、結果的にはものすごくね、誰も出さなかったんだけど、結局この人たちの化学反応というか、融合的なものによって、結局 Z みたいな素晴らしいアイデアが出るということがあるということですね。こういった場合は集団っていうのがすごくいいふうに働いているということになります。ね、集団や構成員にとって重要で魅力的な課題、例えば会社全体の理念をみんなでね話し合おうとかね、中期的なビジョンを作ろうとか、なんかね、もう まさにこう全員に関係するようなもので、しかもその会社にとって一番大事な理念とか、会社にとって一番大事なビジョンとか、そういったものになんかねすごくこうやりがいがあるというか、取り組みがいがあるような課題に参加した場合っていうのは、みんなが一生懸命やると、真剣に取り組むということですよね。
だからその課題自体が単純になんかね、こうね、力任せとか人数をただひたすらこうね、合わせていくだけというものだと、どうしても社会的な手抜きっていうのが起きてしまいやすいんですけど、なんかね、それに参加したいとね、なんかね、会社の理念をみんなでね、作り上げていこうとか、中期的なビジョンを作っていこうとか、ね、もしくはそのね、今年の、ね、重点目標っていうのをみんなで決めていこうとかっていうふうに、なんかね、この人たちにとってすごくこう魅力的かつ重要性の高い課題だと、一人一人が真剣に取り組むということが起きるということですね。まあ、こういうふうにこう課題の内容自体がすごく重要、魅力的ですね。もしくはその成果が全員に、ね、すごくこう及ぶようなことであれば、個人がバラバラで取り組むよりも集団の方が課題達成能力が上がるということですね。なので一つは人数ということです。最大ではなくて最適、課題の大きさに対して適切な人数で集団を組むということが一つと、もう一つは課題の内容を工夫するということですね。みんなが一生懸命やりたいと思えるような魅力的な課題というのを設定することが鍵になるというお話です。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。